今日は雨が降ったり止んだり。はい、皆さんこんにちは。今日もお昼がやってまいりました。というわけで今日はね、あんまりいい天気じゃないけどちょい飲みしますよ。今日行く店はね、今からなんか復活メニューが発売されるみたいなんで、それでちょい飲みしようかなと思ってます。行く店はこちらです。はい、松の屋さんです。では参りましょう。松野屋 JR 天ヶ崎店。瓶ビール550円。乾杯。昼から飲むビールはやっぱりうまい。ポテサラ無料券使用。この店では月曜から水曜に無料サービス券を配布している。使うのはいつでも使える。このポテサラ結構うまい。ビールのおつまみとしていい感じ。ビールに合う。幸せな時間が流れる。ゆっくり流れる。ビールがうまい。これが今回の復活メニュー。角煮かつ定食990円。このメニューは箸でほぐれるほど柔らかく煮込んだトロトロの豚角煮を松野屋特製パン粉でふんわり包み、カラッと揚げた角煮かつを楽しめるメニューである。まずはからしでいただく。からしで食べると角煮の味が際立つ。これはやばい。角煮がとろける。めっちゃうまい。ビールとの相性も抜群だ。今度は添えられている特製角煮だれでいただく。これが濃厚で食べるとご飯が欲しくなる。ご飯との相性も最高である。ご飯が進む。味噌汁があるとホッとする。この店はご飯と味噌汁のおかわりが無料である。ビールが早くもこれで終わりだ。とにかく角煮カツがうまい。
うますぎてビール終了。2本目の瓶ビール550円。中濃ソースをキャベツにかける。特製ソースもかける。両方かけるのが俺流。ソースキャベツはビールのおつまみになる。これが結構うまい。ビールが進む。最高のちょい飲みである。この濃厚ダレはビールにも合うはず。やっぱりうまい。角煮カツがあと2切れだ。この角煮カツ柔らかくて美味しかった。ビールがどんどん消えていく。タレにたっぷりつけてキャベツと一緒に食べるのもうまい。幸せな感じ。だが幸せな時間はいつもあっという間に終わりがやってくる。ビールがこれで最後だ。そして角煮カツも最後である。これで終了。美味しかった。ごちそうさまでした。チャンネル登録お願いします。はい、ちょい飲みしてきましたよ。めっちゃ美味しかった。角煮カツやばいね。ということで、今日も見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。それだけ言ったら今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。
ヨロピー。